はい、今日は来ました、雄大もんなにモテたーでしゃーないチャンネル来ました。今日はどこの学校でも、どこの暴走族でも、夜の時間でもありません。俺に対してのイケメン化計画第3弾。ヤンキーじゃないんや。ヤンキーとは今日はもう、めっ、覇者になりたいから。俺も覇者になりたい、YouTuber。そしてやっぱり、まずは、男の視聴者が多いやん。うん、俺だって。やっぱそこの女の子の視聴者を増やしたいってことで、まず何をしないといけないか。髪型もそう、目もそう、鼻もそう、口もそう。今日はハイフ。っていう、その、顔。そうです。はい。僕ももともと顔が丸くて生まれつきなんですけど、これはもっとシュッてしたいとか、やっぱりその毛穴とか肌をきれいにするということ。生まれ持ったものにさらに補正を加えて、イケメンになって、女を俺の元に連れてこようという企画です。はい。TCB、もうみん、最近 TCB。そう、お世話になってます。お世話になってます。お世話になってます。TCB イコール雄大みたいな。雄大 TCB に好かれたでしゃべりちゃんです。はい、お願いします。これからも、ってことで。これからとかじゃ、今からじゃそういう感じで。今からなんかカウンセリングとかして。カウンセリングして。聞いたいこと聞いて。やって、その、ちゃんとした、同意のもとで行って。で、施術して、アフター。ビフォーアフターみたいな感じ。今、ビフォーがこれなんで、アフター皆さんちょっと気になると思うんで、うん、ぜひ皆さん、画面越しからも、雄大のちょっと変化を見てもらいたいなということで、早速じゃあやっていきましょうということで。はい。はい。TCB さんから初回 LINE の方限定のクーポンが出ているそうなので概要欄からチェックしてみてね。あ、じゃあ、はい、雄大チャンネルの雄大と申します。お願いします。よろしくお願いします。女にモテたいしゃあないチャンネルです。お願いします。はい。今回はハイフご希望っていうことですかね。あ、そうですね。はい、はい、あ、TCB の、森下恵里と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。どのような点がお悩みでしょうか。いや、だからそのやっぱり都市行くことによってやっぱりその肌の感じとか、うん、そのたるみとか、うん、よく言われたりするじゃないですか。それをちょっと改善していかないといけないという。ああ、なるほど。じゃあちょっとね、お鏡をお持ちいただきまして、はい、具体的にどのあたりが気になるか。あ、だからこの辺とかですね。目の下の辺とか。ああ、目の下のどんな感じが気になります。なんかどんな感じ、あんま詳しく知識はないんですけど、はい、なんかそのやっぱ年二十歳超えた時ぐらいから、はい、なんかその、なんつったでしょう、どんな感じ、なんか、毛穴、毛穴のあたりが、あ、そうですね、はい、うんうんうん、この辺の、まあ、もたつきというか、たるみのあたりも気になります。はい、はい、そしたらね、まあハイフっていうのがね、割とぴったりだと思います。あ、本当ですか。はい、ハイフっていうのは、まあ、簡単に言うとお傷を作らないで、顔をキュッと引き締めていく、ぴったりです。はい、ね、適度にこう、筋膜のところ、はい、表情筋の上にあるスマス筋膜っていうところに熱を加えていくことで、キュッと引き締まっていくような感じです。あ、はい、まあ、お肉をちょっと焼いた時にキュッと引き締まるようなあの反応を利用してこう縮めて小顔を作っていくお世話になります、ね、あ、なるほどなるほど。はい、お願いします。はい、でその熱ダメージによって加えられたことによってその傷が治る過程でコラーゲンが生成していくので1ヶ月ぐらい経つとどん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 コラーゲンが生成されてより張りだったりとか毛穴の縮まりっていうのを実感していただけると思います。長いスパンで結構1ヶ月後とかに変化が生まれるよみたいな、ね、はい、直後からもキュッと引き締まるんですけど1ヶ月かけてどんどんまたお顔も小さくなるし張りも出るっていう感じですね。あ、お願いします。はい、大体6ヶ月から1年ぐらいで繰り返して受けていただくとより効果を実感できるかなと。半年、1年、年に2回ぐらいが、そうですね、ベストではありますね。あ、なるほどです。はい、他何かご質問ありますか。他ですとやっぱりその痛さとかどういう方が痛いのかとか気になりますね。あ、はい、そうですよね。痛みはね、一応うちの当院でこう導入している機械がソノクリーンという機械で痛みはかなりハイフの中では少ない機械を導入しています。ただ場所によってこう筋肉痛みたいな筋肉がギューッと引き締まるような痛みだったりちょっと骨に響くような痛みを感じる方もいるし全然感じない方もいるしっていう感じですね。あ、なるほど。ただ、うん、痛みが我慢できなくて途中でお施術が中断になるみたいなことはほとんどないですね、うん、はい、なのでご安心ください。まあ、前回の二重整形よりかは、うん、二重整形とはね全然違うと思います。あ、痛さの、はい、痛いというかその種類が種類も違うし痛みの程度自体も全然そこまで痛くないと思います。ああ、そうなんです。なるほどなるほど。ハイフの後、いったその施術終わった後に気をつけることというか、なんか NG みたいなのはありますかね。なるほど。ですね、熱を加える行為になりますのでお肌の乾燥と、うん、あとは色素沈着がしやすい状態に少しなるので、はい、紫外線予防、日焼け止めをしっかり塗るだとか帽子をかぶっていただくと、ああ、それ大事なんです。紫外線、うん、予防と
あとは乾燥しないように今日お家帰られたらいつもより重点的に保湿ケアしていただければ。保湿ケアってのはどういうことですか？いつもの化粧水をたくさん塗るとか、あとは、まあ、パックとかね、女性はよく使うんですけど、そういうのでやっていただくとよりいいかなと思います。ああ、なるほど。言ったら紫外線とか日光とかをちょっと回避しつつ。そうですね。1ヶ月ぐらい気をつけていただければ。あ、じゃあ帽子とかかぶっといたら。そうですね。あ、なるほど。日焼け止めですかね。ああ、なるほどです、はい。ありがとうございます。エステライフって今もやってあるんですか？実際はですね、2024年6月からエステでの配布は禁止されています、はい、医療機関での、のみになりますね。ああ、社会の勉強や。テスト出るんかな。医師の管理のもと。ああ、なるほど、うん、6月からってことは、あ、じゃあもうほやほやですね。そうですね、どうしてもその熱を加えるので、まあ、顔面神経だったり眼球だったり当たってはいけない部位に当たってしまうと障害が出てしまう恐れがあるので、きちんと医療知識のあるものが行うべき施術となっています。うわ、一番大事じゃないですか、うん、最後のやつか。で、今回、はい、施術を担当させていただくナースもしっかりと医師の指導のもと、管理のもと、しっかりとトレーニングを受けたナースが担当させていただきますので、どうぞご安心ください。あ、いやいやいや、逆に困ります。今日は話につきたいと思います。よろしくお願いします、はい。まずちょっとね、バンドで準備させてください。はい、これですね。どうですか？知りません。ちょ、緊張しますか？いや、そんなやな。ちょっと痛いかもとか思っちゃって。いやいや。本当ですね。いやいや。でもそんな痛くないと思うんですよね。痛みについての説明もしていきますね。はい。はい。で、まず、配布なんですけど、痛みについて説明します。はい。輪ゴムでね、少しパチンと弾かれるような痛みが連続で。連続で起こる感じで、脱毛と一緒ではないんですけど、ちょっとジリジリしたような痛みが奥の方で響くような感じがあるかなっていう、あるかもねみたいな感じる方は、で、まず一番最初に、させていただくカートリッジがスマス筋膜に超音波による熱を当てていきます。怖い、怖いですよ。はい、それによって小顔効果が期待できますので、まずそちらのカートリッジから始めていきますね。カートリッジかっこいいな。俺も使うかも。どっかで。で、お顔ね、右側からしますので、テルつけますね。お願いします。手術中は、目をつむっていただいた方がいいですので、つむっといてください。冷た。右側からするので、少し左に向いていただけると助かります。ありがとうございます。では、始めていきますね。はい。はい、まず、一番最初にカードリッジ当たります。失礼いたします。始めます。お、こんな感じの痛みです。あー、いけるわ。いけますか？はい。はい、ギリギリね。ギリ。はい、では続けますね。すごい。少し持ち上げますね。頬の上の方を当てていきます。痛いですか？今のところ痛かったです。針がね、刺さるような強い痛みでしたら調整しますので教えてください。大丈夫ですよ。はい、では続けます。次、カートリッジ変えます。コラーゲン層に熱ダメージを与えることで、コラーゲンが活性化していき、肌のハリツヤに効果があるそうになります。ごめんなさい、感じます。あ、全然全然そっちの逆に可愛らしいですはい、始めます。お願いします、はい、また目をつむっていただいてください。開けていきますね。失礼いたします。若干ちゃうかも、うん、ヒゲがきしょいね。ヒゲそれよ、ちゃんと。ライフ自体は速攻性があるものではなくって、3週間から1ヶ月で最大の効果が発揮されるものにはなりますので、少し夏ほど。これも半分の顔終了ですか？はい、そうです。うーん、この後右と同じように左もさせていただきますので。はい、はい、ヒゲ自分でわかります。いや、なんかちょっと変化あるんですけど、ヒゲがきしょい。今痛い？今は痛いでヒリヒリするぐらい。毒の愛、赤みとかはないから。ないですね。そうなんですよ、確かに。痛
けど見た目にはそんなこうね赤くなっているとか腫れているっていうのはないから、うちでもダメージを与えてるっすもんね、だって中に、うん、根っこいってるんですか猫行って良いやん。いや、次行きましょう。その修復の力を利用して綺麗になろうぜって感じやから。ああ、そう、一回怪我さすみたいな。そうああ、どうですか。ですよね、今のところは分からないですけど、なんか痛さとか、その痛さは痒い、違和感かな。なんか言ったらデコピンを全箇所にされたみたいな感じなんですけど、まあ、でも全然こっから1ヶ月で変化が出るんやったらね、うん、最高でしょ。でも全然、いや、マジで皆さんの痛くないんで、ぜひ皆さん行ってください。じゃあもう後遺症残らへんタイプ、あのほんまにすぐ終わる、ピヨンって、あっないやみたいな。今も何にもないやん。そう、何ですか痛み。ないもういつも通り。いつも通りとはちょっと違うね。あ、ちょっと違う、ちょっと顔重いよみたいな。あれ俺こんな顔の形だったっけって感じです、ほんまに。ほんまにね。いや、よかったですよ、誕生日前に行くことできました。誕生日前に今日はもうちょっと安静にして、うん、ね、ちょっとあのほんまそっとしとこうかなと思いますよ、本当に。これで肌も綺麗になったりするんですか。ハリツヤ効果があります。それをするために来てるから、はい、お願いしますね、本当に頼むで。あとは俺自分の顔面して、だからそれで、あと保湿とかもしなくないですよ、お風呂上がりに。せやね、保湿も言いますよね、うん、パッキューとか、うん、化粧水とか、化粧水とか、うん、日焼け止めとか、だってね、こんなもうぶっ最後な顔面のやつで男前になるチャンスがあるんで、皆さんぜひ、うん、もうみんなどしどしと T ちゃん行ってください、 TCB ね、はい、まあ、ほんまにお世話になってます。お世話、ほんまにもう僕らようお世話になってるんで次4回またあるんでお願いします4回またあるんで、あるやろ、それ当たり前や、そんなお願いします、ね、はい。